待ってください。一人焼肉、これは気になりますよ。そうですね。結構友達とか時間があんまりなかったりして、一緒にこう旅に行ったりとか全然できないので、もう一人でスタミナつけに行こうと思って焼肉屋に行ったりして。焼肉屋さんに行くんですか、一人そうで。なんですよ。意外です意ね。外、一人で。でもやるよね。だって沖縄もやるんで私すはよ。もう趣味ですから、一趣人味一焼人焼肉肉。二人で行けばいいんじゃないですか、だから。一人で行ってでんもだなんから。か時間が合わないからこそ一人で一人でな行ってし結構まう一んです人だよとね。好きなもの自そうなん分ですよ。で気遣いとかもしなくて気遣済うんですね、やっぱ焼くの、どっちが焼くとか、この焼き方でいいんだろうかみたいな。結構もしかして焼こんな気遣います自分で結構焼き加減とか気にする方ですか？いつのタイミングでこうひっくり返したらいいのかってあんままだ慣れてないので、結局焦げちゃって、まだ それ焼肉で焦がしてるんですか？それ一人早いですよ、まだじまだゃ早い。誰かいた方が やってもらった方がいいんですか？やってもらった方がいいかもしれない。